2023年4月、中央大学法学部は茗荷谷キャンパスに移転します。そこでは新しい様々な学びや体験が皆さんを待っています。東京は機能が都心部に集中しています。キャンパスが文京区茗荷谷に移転することにより、新キャンパスでの学びに加えて学外での学びをより一層充実できる環境が整います。例えば法学部では現在も授業科目として法律事務所などで実務を学ぶ法務インターンシップ、あるいは地方自治体で実務を学ぶ行政インターンシップを設置しています。キャンパスで理論を学び、現場で実務の一端を学ぶ機会がより一層増えるようになります。これらが車の両輪となって、バランスの良い視点、気づきを得ることができるようになるでしょう。そして中央大学の充実した卒業生ネットワークをさらに生かして、多くの実務家の方にキャンパスにお越しいただき、学内で実務につながる授業をさらに拡充していくことが可能になります。この実務家を講師に招いた授業は、実社会の現状を認識し、そこに起因する社会課題についてリアルに学ぶことのできる機会です。中央大学の建学の精神、実地応用の層を養うにのっとり、社会に正規している問題に向き合い、自ら適切妥当な解決を見出すことができるようになるための、その基礎を実務と理論の架け橋になる授業を通して身につけていきます。法曹を目指す学生には、法学部を3年で早期卒業した後、ロースクールで2年間学び、在学中に司法試験合格を目指す3+2という2019年度入学生から開始した新しい一貫教育プログラムがあります。そして2023年度ロースクールは駿河台に移転し、茗荷谷と駿河台は電車で6分の距離になります。これまで以上に法学部とロースクールとが密接に連携する環境が整います。例えば法曹を目指す学生のロールモデルであるロースクール教員による法学部開講のゼミや授業を履修するなど、いわゆる先取り履修をすることによって単位認定ができる機会が拡充します。また現在多摩キャンパスには法曹を目指す学生のための施設、通称炎の塔がありますが、法曹養成の機能も茗荷谷に引き継がれます。中央大学法学部の法曹養成の特徴は、聖火の授業、法職講座、そして学研連が三位一体となって展開されていることです。茗荷谷でも専用の自習用席、専用のゼミ室が用意され、こうした法曹養成の機能やサポート体制を継続して展開します。中央大学法学部は法科の中央と言われ、法曹養成に抜きん出ている印象があるかもしれません。でも実際には法曹以外の進路を見出す学生の方が多く、全国から集まった個性豊かな学生が互いに学びながら、将来の進むべき道を見つけ、法曹や公務員、民間企業など実に多彩な分野に羽ばたいていきます。大学の役割は、多彩な特色あるプログラムで学生の興味関心を後押しすることにあります。今回の移転に伴い、法学部は近くにキャンパスを構える理工学部、国際情報学部とともに産学部による共同開講科目を設置します。現代社会に正規する問題は複雑化していて、文系理系という単純な二分法的な思考によるだけでは適切妥当な解決を見出すことは難しく、
分離融合型、学際型の思考が求められています。そのために複数の観点から分析する思考枠組みを身につける必要があるのです。法学部を目指す高校生の皆さんは、この国、この社会のありようにまずは関心を持ってください。今起こっているさまざまな問題を自分ごととして理解しようとすれば、批判的に捉える思考ができるようになります。そこからこの国、この社会のどこをどう変えたいと思うか、変えなければならないと考えるか、その熱い思いが大学で学んでいこうというエネルギーとなり、何をどのように学ばなければならないか、それが見えてくるようになります。未来に開かれた可能性を追求し、社会に寄与貢献しようという熱い思いにあふれた皆さんに、ぜひ入学してきてほしいと願っています。中央大学法学部は、そうした熱い思いに応えられるだけの多彩なプログラムを多様な奨学制度とともに用意しています。このようなプログラムで学んだ卒業生は、さまざまな分野領域で活躍しています。ぜひホームページで学生の声をチェックしてください。ご自身のロールモデルを見つけることができると思います。私たちが全力でサポートしていきますので、期待していてください。